ご飯食べてくるんで落ちますとか言って勝手に落ちてったから俺も全然知らない人の靴下履いてるもん今そんなバカほっとけよVDK も変なそんって名前えVDK すいません太陽のマネージャーはバカ全員アーカイブの方削除でなんか俺さい人にもできたもん最近なロルのランク回してたらなタヌキがずっと俺の配信見てるんですよもう昨日6時間ぐらい俺の配信見てやばすぎるやばすぎるフィードバックでござるって言っててかおもろいのがさ俺ちょっとこの後おぼと飯食いに行くから落ちようかなって言ったらボドカさんコーチングいりますかとか言ってコメントで言ってきてそれから2時間ぐらいコーチング俺飯食いに行くっつってのにじゃあ次の試合はこの対戦履歴の末に行きますかそうで最終的にちょっと接しちゃあれしてくるんでつってあのご飯食べてくるんで落ちますとか言って勝手に落ちてったからやばすぎるやばすぎるやっぱね、たぬきさんってね、まともなふりしてるけど、モンスターだよ。モンスターっすよ。うん、ちゃんとモンスター。まともなふりできてないっすよ、あれ。できてないか。やりたい放題だ。ゲマゲマって、この人普通だなって人、マジでいないな。確かに、シャルさんは謝らないしな。謝らねえし、炎上するし、口は悪い人もいるし、切れる人もいるし、脳みそ焼いてるし、うん、判決ピロリもいるし。え？ゲマゲマって誰？ジャス？大臣さん？第三のシャル。ターンのシャル。しかもなんか背丈とか体格もな、5人並ばしたらなんかアニメみたいになる。戦隊ものみたいになるよな。そう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 。お坊さんもいない。お坊風呂でした。わあ、集合時間にシャワーって聞くと俺モンキーのこと思い出してクソイラつくんだよな。なんかやったんすか。いやあいつ。いやゲーミング発ついた時いつも集合時間の5分前にシャワー浴びてくる。先行っておいてくださいっつって、あいつ普通に20分ぐらいシャワー浴びるんだよな。いやね、それね、俺もやるっす。マジうぜあれ。ゲーミングハウス。許せねえ。おかしいな。レインさん何年ぐらいの時にやってたんですか？もう本当に、まあ、10年は経たないんですけど、もう何年前だろう。15年前ぐらい。15年。年取って。どんくらい前なのかわからない。2015でしょ。俺も確かに何年前って言うと覚えてねえな。何年だろう。当時の記事調べてたらめっちゃ若いクラッチくん出てきた。配信のせよ。言ったことあるけど、結構前だったからもう忘れた全部。え、ゲハあるんや。俺ゲーミングシェアハウス住んでたことあるからな。ゲーミングシェアハウス？はい。ゲーマーがシェアハウスするとこ。いいな。俺も今そんな感じっすよ。あ、そうなんだ。そうなの？ゲーミングハウス、だるいわ。だるいわ。おい、やめろ。いやね、洗濯機回したらなんか、靴下なくなるん。何なくなる？靴下。あ、それすげえわかる。わかるんだ。俺も全然知らない人の靴下履いてるもん今。誰だ今それがやばいでしょ。そういう意味の靴下よ。いや違う。お前みたいに俺からなくなんねん。本当だよ。え、ゾン先輩は何どういうことなの？何ハウスなんですかそれ？いやなんか靴下たまに落ちてるんですよ、ね。多分洗濯された後のものが。なんでちょっと待って。カゴに移す過程で落ちるんでしょう、ね。だからでそれみんな放置するんですよ基本的に。セット班お前。あ、いや何あのあれってこと？あのそのあ何だからそれ子供の頃の癖出てないですかそれ。靴下そう広い癖、靴下が落ちてるとなんかすごい洗濯機の上とかに溜まってって誰も持ってかねえから、いやじゃあ使わねえのもったいねえよなっつって。いやだからそれはさ、それはシェアハウスのリビングとかに置いておけばいいじゃないですか。え、ちょっと待って、一緒に誰か住んでる人がいるの今？あ、5人ぐらい住んでますよ今。あ、そうなんだ。あ、じゃあまあまあまあ知り合いならまあまあまあ、俺なんか普通にさ、いや俺一人暮らしだと思ってたから今。あ、なんかそのなんだコインランドリーかなんかで起こしてる靴下拾って。いやそれはバケモンマジで行かれてるって窃盗犯でしょ。めちゃめちゃ窃盗犯。いやでも知り合いの靴下も履きたくないけどな。いや俺も嫌や。マジで洗ってやりゃ何でも一緒でしょ。爪の間の匂い嗅いだことあります？バカ臭いっすよ。ちょ今嗅いでみてくださいよ。バカ臭い。洗った後でしょ。でも洗った後に爪の間の匂いがする靴下ってどんな靴下だよ。それはもう脱ぎたてのすりつけてる。洗濯しないとに。ゼロソさんマジ住もうよ。洗濯してくんないマジで。おばさん部屋汚そう。いやマジでやばい。マジでやばい。でもねなんかねおばさんね汚くないと思う。じゃあどういうことですか。あのね荷物が多くて散らかってるだけのイメージある。そうです。その通り。
そんなあの食い物とかがそこら辺に落ちてるみたいなのはなさそう。あ、それはないですよ。それはない。白カビ生えてね、カップ麺がね、いつの間にかカビだらけになってるやつあるあるっすよね。あれはね、俺無理だもん、あれカップラーメンの汁真っ白になってんの。キッチンの扉の下にコバエの卵を死ぬほど大量にびっしりついてたことが。それもだから実体験じゃん、全部それ絶対。俺それたまに来た親に掃除させたから。かわいそう。終わってる。俺も今一人暮らし、親に掃除させてるっすもん。終わってるやんな。俺も親に掃除させてる。ほらほらほら。してもらってるって言えない。させてるっていうのやめて、させてるって。ほらほらほら。終わってる。そうなんよ、大学生は。してもらってるんって、いや違う、言い方が悪い、やっぱ。してもらってるじゃん、やっぱ。普通はね、普通の人が言うのは。違うんすよ、別に片付けなくていいよって言ってるんすけど。うん。でもさせてんじゃん、させてる。おい、尻滅裂になってるぞ。勝手に、じゃあ勝手にしてる。勝手に掃除してる。見過ごせないレベルになってんだよ、多分それもう。ミッチー、ミッチーと。あ、俺ね、ヘンダーさん、声小さっ。ちょっと、ヘンダーさん、声ちっちゃいの確かに。200% でした。いや、ヘンダーさん、いや、ヘンダーさん、ヘンダーさん、ヘンダーさん。いや、そう、デカなった。え、VDK もヘンダーさんって名前？え？そんな奇跡のかぶりある？え、何の話？何の話？いや、たヘンダーソン、マイク小さくねって言ったら VDK が、俺っすか、俺っすか、俺さ、最近って言ってたから。あ、そういうこと。あ、だから正式にかぶったの。あ、そうそうそう。ボドカヘンダーソンやったんだ。まあ、ヘンダーソンもいいっすけどね、ボドカヘンダーソン。結構いいじゃないですか、お前。いや、俺、ボドカヘンダーソンいいっすね。もらおうか。なんかかっこいいな。かっこいいな、もらおうかな。なんか、進撃の巨人出てきそうじゃない、ボドカヘンダーソン。なるやん。なんか、僕、マイクちっちゃくしたんですけど、なんか、マネージャーに今日会ってて、マネージャーになんか、声うるさくて苦情入ったんで、マイク小さくしてくださいって言われたんで、小さくしても、小さくなったら。声うるさくて苦情ってなんなん？どこに入った？いや、なんか、うるさいって言われて。え、配信でってこと？はい。そんなバカほっとけよ。ちょっと待って、ね、それは他の配信者からってのリスナーからってこと？いや、わかんない。だからマネージャー直属かも。え、ただ見てて嫌だったのかな？実際バカかもしれない。あ、そういうこと、家に騒音でとかじゃないのか？家の騒音じゃなくて配信を見てて？見てるじゃない？そう。音量下げるよ、それは。音量の、なんか、高低差が激しいです。いや、だからそういう、だからその、やっぱりさ、まあ、関わる必要のない人間っているわけやん。なるほど。マネージャーでしょ？え、違う、マネージャーさんに苦情が入ったでしょ？いや、マネージャーさんからのじゃなくて。助言された。あ、マネージャーさんに助言されたの。あ、VDK 太陽のマネージャーはバカ。だからね、ちょっと全員アーカイブの方削除で、今日はアーカイブの方削除でお願いしますか。すいません。必要のない人間。違うんですよ、なんかね。だから聞いて聞いて聞いて、これちゃうんですよ。ちゃうんですよ、ちゃうんですよ。聞いて聞いて聞いて、だからその外部からの苦情やと思って。たんすよ。でそれをマネージャーさんの間接的に来たんと思ったんすよ、ね、俺もそうだと思った。でしょでしょでしょ正直。まあ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 それでもいいけど。